はい、こちらね、あの、ナンバオタロード周辺でね、あの、買った、あの、10年前ですかね。10年前にナンバオタロードで買った、あの、1枚10円のね、あの、ボックスの中に入っていたやつなんですけど、まあね、あの、その時に対応に入っていた、あの、1枚10円ではしてくれ,くれないんですけど、な、あの、10枚をね、チョイスして10枚で100円。 そういうやつをやっていたんですけどね。その時の、あのー、ピンクレディのね、小さいこのサイズのレコード、EP 版の紹介をしたいと思います。でね、先ほどもね、どれかのこの袋を紹介したんですけどね、大体あの、平均使われているのがこんな感じの何も入ってない無地の、あのー、袋なんですけど、物によってはね、ここに大丸総合の総合のマイクを書いてたり、まあ、こちらだったらね、あのー、まあ、 こうえー、出したら、このヤマハピアのオールガンレコード、まあ、こういうところだったんでしょうね。これも今更電話してもかからないですよ。<laughs> まあ、こんな感じのね、あのー、そうですね。これはたまたま、多分ね、当時ここで売っていたやつをこのお店が多分ね、買い取ったんでしょうね。ほんで、買い取っても売れなかったんでしょうね。<laughs> まあ そういういのをねこのままあのー、売ってたんでしょうけど、まあ、こういうね袋にもね味があるんですよ、この当時もね確かそのお店そのお店のねねあののここううオリジあのこのなんて言うんですか、ね、やっぱ企業努力ですね、あのー、ゴミ袋でゴミ袋じゃない、ごめんなさいあの、スーパーの袋でもあるじゃないですか、みんなだいたい透明か白やけど、その中にこうそのお店さんのロゴがねペット入っている感じで、これもそんな感じなんですよ、要はそのお店のこうロゴですね。 まあ、そんな感じなんですけど、で、その時にね、あの、こちら、えー、ピンクレディのウォンテッドですね。こちらもね、あの、ピンクレディの存在を知らなくて曲を聴いたことなくても、なんかね、あのー、あ、w a n t e ってなんか、曲、題名だけは聴いたことあるなみたいなね。まあ、その中に入る曲名曲でね。えー、はい、こちらがね、ウォンテッド指名手配ですね。<laughs> その、右、初めて知った。逃げろお姉さん。わ、違う、逃げろお嬢さんですね。何やろうね、これ。ウォンテッド指名手配と、えー、逃げろお嬢さん。うーん、なんかこう、つながりのある意味がありそうな感じもするんですけどね、この題名にね。に逃げろお嬢さんね。<laughs> いいんかな、こんな題名に。でね、えー、発売当初、これ1977年ですね。これもう一つ古いですね。うーん。 僕もね、こうやって今ね、皆さんとこうやって、あのー、動画の方をね、配信しているので、あのー、こう、細かいとこ、細かいとこを見てるわけなんですけど、当時はね、もうこれだけをね、この絵柄だけで描けて、こう、10枚ポンポンポンとかで、はいって言って袋に入れて、どっかに僕入れてただけなんですけど、こういうふうにね、また見て、うかみんなとね、あの、YouTube でね、 こういうポイントみたいなところをこう説明したり自分自身にもね、あの、勉強にもなるんで楽しいな、みたいな感じでね。あの、まあ、私が楽しいと思ってるだけかもしれないんですけどね。まあ、こんな感じで、あの、どん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 ね、あの、まあ、面白いと思ってくださる内容かどうかわからないんですけど、まあ、引き出しからこんなんできだよとか、 押し入れからこんなん出てきたよみたいな感じでね、動画を上げていきたいと思いますので、私のね、チャンネルがいいと思ってくださ、ごめんなさい、内容がね、いいと思ってくださった方、ぜひ、チャンネル登録よろしくお願いいたします。